ハンバストーンとサンタラウラの小石工場群は、チリ北部にある小石精錬諸群の遺跡である。これらは2005年にユネスコの世界遺産に登録されると同時に、危機遺産にも登録された。ハンバストーンとサンタラウラは、チリ北部のタラパカ地方、アタカマ砂漠にある町域家の東方4 8トルに位置している。チリの他の小石工場群には、 チャカブコマリアエルナ、ペドロデバルディビア、プエルマ、アグアス・サンタスなどが含まれる。中でもチャカブコは、ピノチェと政権下で強制収容所として使われたという特殊なケースであり、今なお見て去の地雷が周囲には埋設されたままである。グイジェルモ・ベンデル賞産地を抽出会社は、1872年に、当時ペルー領だったサンタラウラに、小石工場群を建てた。同じ年に、 ジェームズ・トマス・ハンバーストーンは、ペルー三産を会社を設立して、ラパルマに工場群を建てた。どちらの工場群も急成長し、それぞれの一帯は、イギリス様式の洒落た、建造物群が並ぶ、賑やかな町になった。これらの地域で産出された小石は、化学肥料の原料として、南北アメリカ大陸のみならず、ヨーロッパ大陸の土壌を肥沃にすることにも貢献した。一方、 ペルー南端とボリビア太平洋岸におけるチリイギリス系企業による小石採掘は隣接し合うペルー・ボリビアチリ間の資源争奪の種となり1879年から1884年にかけて起こった太平洋戦争によりこの一帯はチリ領となった。ラパルマがその地域最大の小石生産拠点となっていたのに対しサンタラウラの生産は低調だった。 そのため、1902年には、サンタラウラは、たまるがる硝酸事業会社の手に渡った。1913年には一時創業停止に追い込まれたが、シャンクス式抽出法が導入されて生産性が向上すると再開した。しかし、その経済モデルは、世界恐慌の時期にあたる1929年に、挫折した。フリッツ・ハーバーが考案し、 カール・ボッシュが実用化したアンモニア合成の発展が化学肥料生産につながったのが原因である。実質的に破産した両工場群は1934年にコサタン社が買い取った。コサタンは元の設立者の名を記念しらパルマをサンティアゴハンバーストーン事業所と解消した。コサタンはハンバーストーンの設備を新しいものにし競争力のある 自然小石の生産を試みた。それは成功し、1940年には最も。しかし、その後急速に衰え、コサタン社は1958年に姿を消し、両工場群は1960年に打ち捨てられた。ゴーストタウンとなっていた二つの町は、1970年に国定史跡となって観光客に公開され、2005年には世界遺産に登録された。 ハンバストーンとサンタラウラの小石工場群は、そこに集まった労働者たちが、独自の共同体文化を築いていたことや、産出された小石が、南北アメリカ大陸やヨーロッパの土壌を肥沃にする上で寄与し、同時に地理にとっての重要な収入源となっていたという、歴史的な意義などが評価された。主として木造であることに由来する、建造物群の脆弱性や、 地震の影響、資材の盗難などを理由として、世界遺産登録と同時に、危機遺産にも登録された。2019年に状況の改善を理由に、危機遺産リストからは取り除かれた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。